どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。6月9日、今日の歴史3分講座。本日は、石田三成によって、忍城の水攻めが始まった日でございます。これはもう我が地元の出来事ですね。私は地元が埼玉県の熊谷市ですけども、お隣の行田市というところの忍城が舞台となってますね。で、小説から映画になった、野望の城でもかなり有名になったお城ですね。で、忍城の城主は成田家なんですけども、成田家はね、行田ら辺だけじゃなくて、うちの熊谷の方も領地だったりしまして、なんとですね、この忍城の水攻めの時に、多分ですけど、私の先祖を籠城してるんですよ。まあ、その人は渋市筑後っていう名前で成田家の家臣名簿に登場するんですけども、渋市家の方ではね、歌之助さんという名前なんですけど、かっこいいですよね、歌之助さんね。成田家って珍しくて家臣名簿がね残ってんですよ。当時のお殿様の成田氏長さんがこの忍城の水攻めの前にまとめたものっていうのが何個もね写し書きで写本がね残されてるんですよ。成田家武元帳っていう風に言ったりしますけども、そこにね載ってるんですよね、名前がね。で、野望の城で成田家の家臣として活躍した正木丹波守とかね、坂巻幸恵とか、あと柴崎泉守とか、そのあたりもね名前登場してますね。忍城は以前この YouTube チャンネルでお城巡り動画をアップしましたけども、現地の城巡りの詳しい情報はぜひそちらをご参照いただきまして、で、あと忍城というとね、忍城おもてなし甲冑隊さんがいらっしゃいますね。これもお城巡り動画の時に出演していただきましたけども、イベント時を中心にですね、忍城で皆さんをおもてなししてくれますね。仲いいんですよ、大将の成田長親さんと。まあ、なんで忍城が攻められることになったかというと、これは1590年天正18年の秀吉の小田原攻めの時ですね。関東一円を治めてた北条家を滅ぼそうということで、秀吉が20万以上の大軍を持って関東に攻め寄せてきて、小田原城を包囲しつつ関東一円にあった北条家のお城をかっこ撃破していくわけですね。で、成田家はですね、まあ、紆余曲折あって北条家に仕えることになってですね、運命を共にするんですけども、この時のお殿様、さっき言った成田氏長さんというのはいないんですよ、忍城に。どこにいるかというと小田原城ですね。そういうパターンもあったんですよね。その御当主お殿様が小田原城の方に行って、あとは家臣が守るみたいなね。これ八王子城とかもそうですね。で、お城を任されたのは誰かというと、氏長さんのおじさんにあたります安末さんという方ですね。で、この安末さんが成田長親さん、まあ、野望様のお父さんにあたる方ですね。で、忍城はですね、6月の初め頃から石田三成率いる豊臣軍に攻められるんですけども、最初は水攻めじゃないんですね。普通に力攻めで攻めてきたんですけども、それを撃破してって、まあ、このあたりはね、野望の城でも描かれてましたね。その最中ですね、なんとお城を守る城代だった安末さんが病気で亡くなってしまうんですね。なので代わりに忍城の指揮を取ったのが成田長親さんだったんですね。で、一方石田三成さんですよ、総大将として軍を率いてますけども、力攻めじゃなかなかうまくいかないということで水攻めをするわけなんですけども、この本陣としたのが丸墓山というね、まあ、古墳時代に作られた、上から見ると丸い日本最大級の円墳があるんですけども、そこを本陣としたというふうに言われてますね。今もね、そこから忍城を見ることできますね。で、そこを拠点に荒川と利根川の水をせき止めて、忍城を水攻めしようということで、その堤防作りが始まったのがこの日だというふうに言われてます。まあ、別の日っていう説もあるんですけども。で、この堤防はいわゆる石田堤と今言われてますけども、全長で約28キロっていう話もありますね。一部だけ残されてて、まあ、これ全部堤防を作ったんじゃなくて、もともとあった自然堤防を繋いだという話もありますが、それを5日間ぐらいで完成させちゃうんですよね。圧倒的な豊臣家の財力と権力ですよね。で、忍城は水の中に浮かんでしまうわけなんですけども、それでもなかなか落城しなかったんですね。結局北条家の本拠地である小田原城は7月5日に降伏をして、7月9日に開城をすることになりますけども、まだ戦ってんですよね、忍城はね。で、落城せず、結局その後になってね、小田原の北条家のお城では唯一ですね、本拠地が落ちた後も落ちなかったお城ということで、異名で忍の浮城なんていう風に呼ばれるようになりましたね。で、これ攻めてる豊臣軍もかなり豪華ですからね。まあ、石田三成総大将で、あとは御奉行の一人の夏香正家いて、あと浅野長吉もいて、まあ、後の長政ですね。で、あと北国勢って言われる方々いますね。上杉景勝、前田利家、あと真田昌幸、もしかしたら幸村もいたかもしれない。で、上杉景勝がいるってことは、直江兼続もいるし、あとは佐竹義信もいるっていう、なかなかなメンツですね。で、結局落とせなかったので、石田三成、戦下手だなっていう風にレッテルが貼られちゃうんですけども、そうなったのは江戸時代ですね。石田三成が亡くなった後です。だってこの水攻め、上からの命令でやってますから、石田
田三成が水攻めを強引にしてやらかしたわけではないんですね。ちゃんと秀吉からの命令でやってます。なんでそれがわかるかというと、書状がしっかり残ってるんですね。これ6月12日に書いた秀吉の書状で石田三成に宛てたものがあるんですけども、一部抜粋しますと、お市場の儀ご成敗加えらるべく旨固く仰せつけられ候と言えどもと書いてありますね。つまりお市場にご成敗を加える、攻め落とせということを固く命令しましたけれどもと言ってますね。でちょっと空いた後に、水攻めに仰せつけられ候はと書いてあるんですね。つまり三成の発案ではなく、秀吉が水攻めをしろと命令したというのがここに書かれてるんですね。さらにそのちょっと後がね、またいいんですよ。その方お疑いなさるべくあらず候間、別の奉行は使わさるに及ばず候って書いてあるんですよね。まあだから三成をお疑いなさらないでくださいと、まあ、心配しないでください、別の奉行別の武将は派遣しませんよって言ってるんですね。石田三成が多分もう水攻めうまくいかないかもしれない、あ心配だな、秀吉さんの命令しっかり実行できるかなっていうのがあったんでしょうね。だから秀吉が別の人を送らないから、もう安心して頑張ってくださいって言ってるんですね。でね、三成ちょっとそう心配性というかね、ぐちぐち言う部分があるんで、じゃあそれを最後クイズにしましょう。この翌日6月13日に石田三成が浅野長吉に出してる書状があるんですよ。まあ浅野長吉、長政さんはですね、秀吉のいろいろもうなんだ官僚だから窓口的なこともやってたので、いろいろ武将たちとの連絡係もやってくれてたんですね。なのでそこでお市場の水攻めの進行状況について報告してるんですね。そこにはねこんな風にありますね。お市場の儀はお手筋を持って大方相隅に尽きて、まあ、つまりお市場攻撃は、まあ、浅野長吉とか秀吉のその作戦通りみたいなことかな、うまくいってますと。ただその後ちょっと空いて愚痴が始まっております。それはなんとですね、秀吉から命令された水攻めに対する愚痴なんですね。どんな愚痴を言ってるでしょうか。まあ、これ大きく分けて2つあるんですけども、まあ、皆さんが石田三成だったらどんな愚痴を考えるでしょうかね、現場で。なんか石田三成っていうとね、官僚的な感じで、あまり槍働きとかね、刀で敵を斬ってみたいなイメージはないですけども、やっぱり三成も武将だったんだなぁと。派手に武功を上げたい一面はあったのかもしれないなぁっていうのが、これでわかりますね。正解は、水攻めだから味方がやる気ない、そんでもう時間かかるから攻めましょうよでした。三成がこんな風に言ってますね。しかるところ諸生水攻めの用意候って押し寄せる義もこれなくって言ってますね。もう水攻めの用意ばっかりしてるから誰もお市場に押し寄せようとしてないんだと。で続けて、御断りに任せこれあることに候城内お手筋へ御断り半人数をで候あば父たるべく候やと書いてありますね。まあ、つまり御断り城内に降伏を進めてるわけですね。説得をしてると。でその説得が半人数を出すようにってことかな、お市場の籠城してる人たちの半分を出すように、まあ、つまり降伏するように説得をしてんだけども、それだと父たるべく遅くないですかって言ってますね。で最後に、ただ人数をで候どもを詫びごとの筋目はその構いこれあるまじき候あばまず押しつめべく候やって言ってますね。だからお市場からの詫びごと、まあ、ごめんなさいよっていうのは、そんなのはもう構うことないんだと、まず押し詰めないと攻め寄せないとって言ってるんですね。なんか一般的に知られてる石田三成のイメージと違いますね。水攻めでただただこう待ってるのが、これ何の時間ってなったんでしょうかね。でせっかく軍を率いてるし、しっかりと攻め寄せて武功を上げたいと思ってたんでしょうね。なのにね、江戸時代になって、まあ、関ヶ原で負けて亡くなっちゃったからだけど、戦下手のレッテルを貼られてね、上からの命令で仕方なくやってたかもしれないのにね。三成さん、心中お察しします。以上、6月9日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張る歴史。